プロデュースをやってます川谷絵のんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジェニーハイのボーカル中島一休です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私は2年にわたり長きにわたり川谷絵のんさんのバンドのキーボードを務めている音楽です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジェニーハイの経理担当のクッキーです。お願いします。経理ではないです。あ、別の方が担当です。あ、ベースさん、ごめんなさい、ベースさん、ベースさん、ベースでございます。ベースさんはよろしくお願いいたします。ジェニーハイのドラムの小籔です。お願いします。よろしくお願いいたします。レコーディングがもうとにかく5時に羽田に行かないといけない人とか、なんかロケからここに帰ってくるのでこの時間しかレコーディングができないとか、なかなか他のバンドじゃないんで、だからもうみんな別々の日にとってレコーディングの制作費がめちゃめちゃかかってしまったっていう。まあそれはそうでしょうね。普通のバンドだったらありえない。何倍ぐらいかかってるんですかね。10倍ぐらいかかってるんじゃないですかね。何枚売らなきゃいけないんですか、この作品。いやー多分50万枚ぐらい売れたんで皆さんよろしくお願いいたします。そうですね、自分のバンドでレコーディングするときは自分の思い描いてるものが正解なんですけど、ジェニーハイにでレコーディングするときはそのエノンさんがこうしたいっていうのももちろんですけど、なんかこう自分が良いって思うところ、さらに超えたところを目指さないといけないので、いつもダダレイの悦子さんにこう教えていただきながらレコーディングしてるんですけど、こう改めて自分の声とか歌と向き合う時間になってますね。じゃあ今回フルアルバムになったらどういう作品を作られるのかなと思ったら、なんか半分ぐらいラップになってて。そうですね、はい、それは何でかちょっと聞きたいなと思うんですけどでもなんか曲自体はすごいいろんな、今回もバラエティに富んだなんかいろんな曲がさらに幅が広がってたので、なんか皆さんの演奏も自分のその歌い方とかも前回よりもこう良くなってきた部分がいっぱい見れるかなと思うので、早く聴いてよく思ってるんですが、まさかのラップがですね、ちょっと自分にとっては大変、ちょっとこう大変なことでありまして上達しようと思って難しいコピー曲を選んでたつもりやったんですけど、P から来る曲の方がもう難しすぎて。そうですよね、本当に一曲一曲めっちゃトリプルアクセル入ってるんですよ、僕にとってのなのでこうイントロ始まってしばらくしたら、うわあのトリプルアクセルくるくる来た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 、おい次はまた2回転くるみたいな、フィギュアスケートの人の気持ちすごい分かるというか、すごいこう難しい難所があるんですけど、ギター弾いてたんで、その、はい、ベースはほんまこう、まあ、パンクバンド好きやったんで、そのまあなんかコードばっか弾くピックで弾くようなベースやったんですけど、はい、そのなんかあの課長にあの指で、まあ、P もその指で弾けって言われて、その、はい、面識なかったもんで指で弾く。なるほど、はい、でもすごくその、まあ、新たにこうベースの楽しさを知れたというか、だからその指で弾き慣れてないもんで、ここやっぱ弦とか押さえたら固まってくるじゃないですか。そうですね、それとして、はい、こっちもこうだんだんこう平らになってきちゃって指、はい、日本がね、あの今だからその鴨の橋のくちばしみたいなそこまで平らちゃうよ、まったりです。あれ結構伸びてるで、結構まったりですそんなってだいたいできるんで、やればだから結構指で弾いてくださいって言って普通できないじゃないですか。普通できないね、なんかすぐこう自分で割とコツ掴んで、うん、あこうやればいいのかみたいななったりとか、あとなんかその指を普通2本でこうやって弾くんですけど、クッチさん1本ではいはい、うん、MV 見てるとね、そうですね、それ難しいんですけど、それが逆にできてるっていう、なんかちゃんとした奏法もあって、フック奏法っていうんですけど、それなかなか最近の人でやってる人がいなくて、確かにだからそういうところもやっぱちょっと人と違うというか、かっこいいなと思って。自然になってんな、1本。そうそう、自然に弾きやすいのが1本やって、はい、最初すごいバカにされたんですけど、結局フック奏っていう一流のベーシストがやってた奏法やったその
そんなないわ言うてたけど、あったよな。ラッキーでしょ。すごいですね。フェスも僕ら何本かしかやってないというか、もうライブ自体があんまりできないんで、だからその初めてこうちゃんと年末にライブするのが初めてなんで、ちょっとね、なんかどうしようって感じはあります。そうですね。僕らはね、その何回もやってるんですけど、うん、どうなんですか。もうそのいつもイベントでカウントダウンしてるんで、そうです、お笑いライブで、はい、でもそのミュージシャンとしてっていうのはなかなかないもんで ね、お客さんの反応が楽しみというか、はい、うん、カウントダウンに来るお客さんの、そうですね、はい、あと炊き出しやっぱお雑煮とかあるんですか。お雑煮とかも出す出しますね。あ、やっぱりいいですね。食べ物、はい、いろいろご用意してますけども、ありがとう。どんなライブになるんでしょうね。まあ、わかんないですけども、一応今のところあの大体どこのフェス行かせていただいても少ないんですけども、あの死ぬほど盛り上がってますので。死ぬほど盛り上がっている。体もそうですので、あの自信を持ってあのステージに出てですね、あのお客さんのいい思い出になっていただけたらと思いますけど、あのビッグフェスに本当に出たってしゃあないので、本当に今回出れて本当に良かったです。いや、ありがとうございます。そんなビッグフェスに